皆様こんにちは、パーソナルトレーナーの右岸です。いつも動画見ていただきましてありがとうございます。本日もですね、毎週ミニシャンの翔太、張り切って、撮っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、今日もね、相方の西垣くんですけども、いないやんけはい、ということでね、今日は西垣くんちょっとお休みなんですね。まあ、体調不良ってことなんで、今日はちょっとゆっくりしましょうってことで、今日は、ミニ一人で、お話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、体調不良もね、もちろん皆さんあると思いますので、まあ、僕もね、結構昔よく倒れてた方なんですね。結構まあ、点滴にはよくお世話になったという経験がありまして、で30代、後半ですかね、からやっぱだんだんおかしになってきて、で、まあ、もちろんね、それまでもバリバリ元気で、もうガンガン取りもやってたんですけども、やっぱ35を超えたぐらいからちょっとね、無理してくると、まあ、おかしくなってきたなっていう時がありました。で、私の場合特にね、やっぱ鼻のど系が弱いんですね。まあ、鼻水系もよく出てましたし、あと喉に関してはやっぱすぐね、炎症を起こしてしまうということで、やっぱ熱も出てしまうっていうのが結構あったんで、まあそれで結構お世話になったなっていうのはありますね。で、耳鼻咽喉科によく、まあ、お客さんの知り合いで紹介してもらって、そこに通ってた経験があります。でね、まあ、この倒れた経験もね、やっぱね、たくさん経験すると治すコツっていうのも分かってくるんですよね。で、まあ、大体パターン毎回一緒なんですよね。こうなってこういう症状出た、でこういう熱出た、同じ症状になって、大体まあ熟練のね、域に来ますので、どんなことやったらいいかなとか、どういう対策したらいいかとか、まあ、どういう点滴打ったらいいかなとか大体分かってきますので、で、まあ、そういうパターンをしていくとね、だんだんもう治すのも早くなってくるし、あ、やばいなと思って、すぐ予防でちょっとね、薬飲んだりとかも結構して、で、抑え切ることもできるので、まあ、もちろんね、東洋医学とか西洋医学、いろいろ考え方あると思うんですけども、まあ、僕はそうやって以上コントロールはしてきたかなっていうのはありますね。まあ、そんな感じで、ね、今日ちょっと一人寂しいですけど、頑張って、お話していこうと思います。で、今日はですね、一応その西垣くんにね、じゃあ一人なんだけどなんか喋ろうかっていう話になって、じゃあどういうテーマがいいという、一応ね、お題を出してもらいました。で、西垣くんから来たお題がっていうのが、ミニギシケホットニュースでどうでしょうか、身近な話題からパーソナルトレーナーと家族について語ってもらいたいですっていう、まあ、お題いただきました。まあ、ミニギシケホットニュース、まあ、ホットニュース言うほどでもないんですけどね。まあまあ、いろいろね、生活はしている中でいろんなことが起きていくんですけども、まず楽しかったことはね、やっぱ先日ね、父の日、ありましたよね、日曜日なんですけども、父の日に、3番目の娘ですね、まあ、次女なんですけども、萌実の、幼稚園の参観に行ってきました。でね、一応ね、ファミリー参観っていう形なんで、昔みたくね、父の日参観って言わないんですよね。まあ、これいろんな配慮があってことなんで、一応ファミリー参観ということで、まあ、家族で参加できますよっていうような参観に参加してきました。で、この参観に関しては、まあ、Facebook の記事にも書いたんですけども、まあ、お遊戯ね、まず合唱ですかね、お歌を歌って、ね、で、歌を歌ってのをじーっと見てるわけなんですけどね。で、またうちの娘が全然歌ってないっていうね、これはちょっと、なんでやねんと思ったんですけどね。普段結構家ではね、こう歌って踊ってっていうことする子なんですけどね。まあ、今回の合唱には全然なんか、うんみたいな感じで歌ってなかったんで、あれちょっとご機嫌斜めなんかなとか思いながらね、見てました。まあ、まずそうやって合唱会が、最初みんな集まってやって、で、そこから移動していって、まあ、各クラスにね、分かれていって、で、そこから今度お父さんとのお遊戯っていう、まあ、コーナーが一応あります。で、そこでね、いろんなことしていくんですけども、まあ、もちろんね、幼稚園側もね、多分いろいろ考えてると思うんですけども、このお父さんをいかに感動させようかっていうね、ちょっとお涙頂戴的な企画もいろいろ考えてると思うんですけども、まあ、そんなことも多分ふんだんに取り入れた内容ですね。で、最初はね、なんか何したっけな、最初は、なんかね、こう、まあ、一緒になんか歌って、踊ってみたいな、もう踊ってないんですけども、なんか一緒にこう動きながら、遊ぶようなお遊戯を、したりとか。で、その後は、あれですね、プレゼントですね、その幼稚園で作ってくれたなんか絵とか写真とかのね、ものをこう、じゃあお父さん目つぶってくださいみたいな感じでつぶっといて、で、で、はい、開けていいですよって言って、で、目の前に子供がいて、で、お父さんいつもありがとうって言って、渡してくれると、で、そのプレゼントを渡してくれるという内容のやつなんですね。で、まあ、僕ね、もう言うてもね、3人上に2人いるので、3回目の今回こんな、なんですか、ファミリー参加だったんで、大体もう内容はね、分かってるんですよね。
もちろん、上2人の京都経験してきたんで、まあ、毎回もうネタ分かって行いますけども、分かってるんですけども、けどやっぱりね、嬉しいもんですよね。やっぱり、ね、ちょっとうるうる来てしまうんですよね。あ、まあまあね、三女もこんだけね、じいちゃんもこんだけ大きくなって立派になってきたんだなとか思いながらね、でありがとうってぎゅーっとね、抱きしめたりするんですけどね。まあそんな感じの三冠がありました。でまあね、こうやってね、お父さんさせてもらって嬉しいなっていうかね、ありがたいなっていつも思ってるんですけども、やっぱね、この仕事を、まあ、皆様ね、トレーナーとか治療家とかいろんな仕事を、持ってると思いますし、まあ、僕も今パーソナルトレーナーで、兼、まあ、ジムのオーナーってことを今ね、一生懸命やってるんですけども、まあ、そういう仕事がね、いっぱいある中で、この家庭生活をどう、つなげていくかってことが、とても重要なことになっていくと思います。でこれはね、この業界人あるあるなんですけども、やっぱ仕事はね、楽しいですよね、皆さんね。でも僕もめちゃくちゃ仕事、まあ楽しいですし、やっぱね、もう、まあ、転職だと思ってますし、もう何ぼやっても飽きないっていうかね、もう やりがいあるなっていう仕事だと思ってますので、毎日そうやって取り組んでるんですけども、やっぱね、そのどこでね、線引きするかっていうか、まあ仕事ばっかじゃしていいのかって話になってしまうと、そうでもないっていうのもあると思うので、そこら辺の線引きって難しいんですよね。でやっぱね、その軸で考えていくと、やっぱね、その家族軸っていう軸と仕事軸っていうのは、まあ、両軸がある話になってくるので、まあ、やっぱ各々ね、しっかり構築していかなあかんって形になってくるということだと思います。でその中でね、やっぱね、まあ、仕事に没頭すぎてもダメだし、家庭に没頭すぎてもダメってなってきますので、やっぱ両軸しっかり作っていきましょうってことはとても大事になるのかなと思います。でやっぱね、その、まあ、あと時間の使い方とかね、非常に大事ですし、うん、まあ、あとはね、その子どもたちに対しての接し方とかね、関わり方っていうのをすごく考えなくちゃいけないというのもいっぱい、あると思います。まあ、その辺をしっかりとやっていくと、まあ、いろんなこういうね、場面場面でそういう幸せなシーンが必ず待っているというのがありますので、もちろんね、苦労も同じぐらいの倍ぐらい、同じぐらいの数だけ苦労もあるんですけども、まあ、うまくバランスを得てくるのかなって感じはしていますね。で最近ですとね、皆さんこう結構ね、業界の方も結婚する方増えてきたなということで、非常にいい傾向だと思っています。やっぱね、結婚って、まあ、よくね、結婚するしないって話もいっぱいね、世間でも出てますし、子供を作る作らないって話も出てますけども、もちろんね、最終選択は自分になってきますので、何がこれが正解ですよっていうことは僕はもちろん言わないですし、まあ、言えないですからね、そんなこと言う権利もないんですけども、まあ、今のところ経験者の話から言うと、やはり結婚してまず良かったなと思ってますし、子供できて良かったなっていうのも思ってます。でやっぱね、この人生を構築していく中で、やっぱ家庭っていう部分と、まあ、子供子育てっていう部分は非常に大きな、テーマの一つかなっていうのも考えてまして、やっぱね、人生に深みが出るっていうかね、もちろん苦労もいっぱいあるんですけども、やっぱこのしんどいことと楽しいこと、うまいことこうなんかね、自分の中で育っていくような感じになっていくので、やっぱやりがいがあるなっていうのは思います。であとはね、まあ、教育であるとか、ね、生活資金もそうですけども、まあ、それに付随することを、まあ、どう構築していくか、どう関わっていくかっていうのも大事になってきますね。で、まあ、いわゆるね、その、まあ、言ったお金も大事ですよね。まあ、生活するためにはもちろんお金がいるわけですし、教育を受けさすためにお金がいるっていうのが大前提なんで、まず仕事として一生懸命お金を稼がなくちゃいけないっていうのが大前提になってきます。でそれとやっぱりその、まあ、仕事の部分だけじゃなくて、子どもとどう関わっていくか、まあ、僕はね、その関わり方で大事だと思ってるのは一応3つあると思ってまして、まず1つはやはりね、ちゃんと喋ること、目を見てちゃんと喋りすることが大事かなというふうに思ってます。ですので、僕は、ね、一応子供と話すときはちゃんと顔をまっすぐ見て目を見てしっかり話すようには、心がけています。でちゃんと、あなたのことをしっかり見ているよってことを、まあ、そういうところでもね、伝えていけたらいいかなっていうのはあります。で2番目に大事なのはやっぱりスキンシップですね。でやっぱりまあ、スキンシップってすごく大事なことだと思いますし、まあ、感情をね、言葉で感情を伝えるのって、まあ、ちっちゃいことで難しいと思うので、やはりね、まあ、抱きしめてあげるとか、手をつなぐとか、よしよししてあげるかってことを、まあ、頻繁にやることですよね。でこれが一番分かりやすい愛情表現かなと思ってますので、極力ね、僕の場合は、まあ、よく積極的に手をつなぎますし、まあ、積極的に抱きしめるし、で積極的になでるのもするということは一応、まあ、自然とやってる感じですけどね、
なんか欧米化で突っ込まれそうですけども、まあ、イメージはアメリカ人的な発想ですね。はいはいみたいな感じでこうね。で、まあ、帰ってきて、ただいまって言って、わーって言った時も、まあ、ただいまのぎゅーって絶対しますからね、ただいまってみんな抱きしめてあげるというのは、未だにやってます。で、これね、やっぱ習慣、まあ、習慣化すると別に何ともないと思うんですけどね。多分ね、中途半端にやると恥ずかしいとか、なんか照れくさいとかあると思うんですけども、最初からずっとやってたら、ちっちゃい子からずっとやってると、全然違和感なくなって、それ当たり前になってくるん で、たまにね、ちょっと僕帰って、ただいまって帰ってきて、で子供たちちょっとなんか、そっけなかったら、ちょっと僕、拗ねるんですよね。ちょっとね、ちょっと、この43歳の大柄のおっさんが、ちょっと、ちょっと誰も来てくれんの、なんなんみたいな、お父さん、牛したのになんなんって、ちょっと、拗ねて、ぷいぷい拗ねながら、こうね、リビングとか行くと、子供の方からね、はい、はいって、お父さん、はい、お父さん、ただいまみたいな感じで、牛してくれとかね、っていうのもあったりとかするんで。まあ、そんな感じでね、やっぱりこう、まあ、自分の感情を伝えるにはやっぱスキンシップが一番いいかなというふうには思ってます。で、あと3番目に大事にしていることは、うちは兄弟3人、上が一番上が長女、4年生で、2番目が2年生の長男、で3番目が、保育園の、次女がいるんですけども、3番目に大事にしていることは、一人一人ちゃんと向き合って、対応するってことですよね。兄弟でくくってまとめないっていうところですね。だからまあなるべく、まあ、例えばこう先のスキンシップにしても、まあ、ちゃんとね平等に一人一人ちゃんとキュッキュッキュッとしますし、で話も一人一人ちゃんと話をする。長女と話をした、次は、長男と話をした、で次は三女の話をしたっていうような感じで、もう極力ね均等に、しかもちゃんと一対一で喋るような機会を、まあ、作るようにはしています。まあ、ついついねこれ面倒くさくなっちゃうとなんか兄弟で全部でわーって言いたくなってくるんですけども、やっぱね個々がみんな違うわけですし、やっぱ兄弟3人でも本当にみんな違う個性があるので、そこに関してはやっぱりこう一人一人ちゃんと向き合って話をしてあげた方がいいのかなと。でやっぱね能力って本当違ってきますし、考え方も変わってくるので、まあ将来ね大きくなってまたいろんな進路とかを考えた時に、やっぱね一人一人話をしてあげて、だからお姉ちゃんがこうだからこうとか、妹か弟お兄ちゃんこうだからっていう話はしたくないなと思ってるんでね、やっぱあなたはあなただよっていうことをちゃんと考えながら喋ってあげたいという思いがあるので、まあ、今の時からね一人一人にちゃんと向き合って喋るようにしてるという感じですね。まあ、特にうちのね3人も本当兄弟、まあ、特性っていうかね個性があって、まあ、お姉ちゃんねお姉ちゃん4年生ですけども、まあ、やっぱまあ一番しっかりしてますわね。うん、でまあしっかりしてるけども、まあ、我が強いというかね自分の思い取れなかったらギーって怒っちゃうタイプなんで、まあ、そういうことを踏まえながら喋っていくと。で2番目の長男に関してはまあどっちかというと、まあ、ゆっとりっていうかね、まあ、ゆっくりではちょっとのんびりすぎてんなっていう、まあ、ちょっとぼーっとした感じなんですけども、まあ、多分彼は彼のマイペースの中で生きてると思うので、そこのゆっくりのペースに合わせてあげると。で3番目に関しては、まあ、結構やっぱ、まあ、チャキチャキっていうかね、まあ、上のお兄ちゃんお姉ちゃんいるので比較的器用な感じで物事を過ごせるので、まあ、その器用さを生かしたような話をしてあげようかなとかっていうのもね考えたりとかしてるんで、まあ現段階でねその各個性いろ各個性どうやって見抜いていこうかなってことを今いろいろ考えて接しはしてますね。まあ、そういうことをねちゃんと親が考えてあげた方がいいのかなっていうのはありますし、やっぱねこうやって固定観念、親の固定観念でこれはこうだとかあれはこうだっていうのは決めつけない方がいいのかなっていうのは思います。でそういうことをね、いろいろ考えながら、お話ししていくのが大事かなっていうのも思いますね。で、あとはね、奥さんとの関係性ですよね。やっぱり、ね、奥さんが、まあ、もちろん家庭の中ではね、すごく重要な、立場もありますので、まあ、奥さんとの話をどうしていくかってことを、まあ、一番もちろん考えていきます。で、まあ、うちの奥さんもね、仕事もしてるんで、まあ、お互い仕事しながらで、この家庭をどう作っていくか、まあ、峯岸家ってもどう作っていくかってことが、まあ、最大のテーマになってきますよね。やっぱね、もちろん意見はないこといっぱいありますし、まあ、例えば教育論もそうですしね、あと生活スタイルもそうですし、さまざまな考え方が合わないことも出てきますので、まあ、それをお互いね、まず話し合っていって、でそこで話し合っていって、まあ、一番いい解決策を見出していくということを常にしていこうというふうに思ってます。で、やっぱそれはね、しっかり話をしないと、やっぱね、一方通行じゃ絶対うまくいきませんので、やっぱね、ちゃんと話、お互いの話を聞きながらで、すり合わせしていくって形の方がいいのかなっていうのは感じています。でそういうことをしていくと、まあまあもちろん比較的安定値がね、まあまあ平和に楽しく家庭生活は過ごせるのかなっていうのは感じています。
やはりね、まあ、結婚して子供できたってことは、まあ、運命共同体っていう部分になってきますので、そのね、まあ、峯岸家号っていう峯岸家のこう船に乗っかってるイメージで進んでいきますので、そこに関しては一緒に頑張って、まあ、人生っていう航路をね進んでいこうじゃないかみたいな、ちょっとかっこいい方言いたい言い方したそうなんですけども、そういう大海原をね2人で頑張ってやっていくぞみたいなワンピース的な発想、まあ、といっても僕ワンピース読んだことないんですけどね、実は内緒ですけども、まあそういう大航海の人生という大航海を2人で過ごしていこうじゃないかということで進んでるわけなんで、まあいろんな話をしながらやってるという状況ですよね。でね、あとまあこれからね結婚とか考えてる方、まあね、若い方が特に多いと思うんですけども、まあ、まずねさっきも言った通り、まあ、しろと強制はしないけどもした方がいいと思います。いろんな面で多分トレーナーさんとか治療家さんって勉強熱心ですし、多分上昇志向も強いと思うので、確実に人間としてのレベルは上がります。これね、さまざまな本当に、境遇とかいろんな場面に出くわしてきて、でこれ仕事じゃなかなか出くわさない環境とか場面に出くわしてくっていうこと結構多いんですよね。ですんで、そういう新しい刺激とか新しい世界を見るっていう意味では、夫婦関係とか子供でいくとできるってことはすごく貴重な勉強の場だと思ってます。まあ、だからね、勉強する場っていう意味でもそうですし、やっぱ経験値という意味でもやっぱりすごくたくさん学ぶことが日々あります。でもちろんその日々学ぶこともね、辛いこともいっぱいあります。理不尽なこともいっぱいあります。でも本当ね、もう一人泣きそうなこともいっぱいありますけどね、けどその経験があるということは、そのレベルのことはもう耐えられるようになってくるので、まあ、だんだんね、例えば仕事においてもそういうレベルになっていくと全然動じなくなってくるというのもありますよね。まあ体制がつくっていうんですかね、っていうのが出てくるので、比較的こう強くなってく、物事に対しての見方とか受け方っていうのが強くなってくる、で前向きになりやすくなってくるので、やっぱ仕事の面にも必ずいい結果が、いい効果が生まれていきます。ですんでね、昔の人はよくね、結婚した方がいいよとかね、結婚したら仕事が余計パワーアップするみたいな話で言ってましたけども、まあそういうことを多分踏まえていって、あるのかなっていうのはありますよね。あとはね、こう社会っていうね、皆さんも社会の中の一員だと思うんですけども、やっぱり僕ら社会に生きてるってことは、誰かの助けを、もらってるわけですよね。で、誰かの助けをもらってるってことは、まあ、助けをもらった分恩返しもしなくちゃいけないと。で、恩返ししなくちゃいけないし、まあ、今の若い世代にちゃんとこう伝えていかなくちゃいけないとか、つなげていかなくちゃいけないという役目があると思ってますので、まあ、そういった意味でもね、まあ、僕の場合はそういう感謝の気持ちも込めていって、まあ、まあ子供ですたちでした、例えば立派な子供に育てていって、まあ、社会人として一人前に育てていって、まあ、次の世界をしっかり作っていってもらうような人材になってもらったら、まあ、今僕らがこうやって過ごさせてもらっている時代に関しての、まあ、恩返しになるかなっていう思いもちょっとはあります、だから誰かにやっぱ感謝する気持ちを持ってそういうことをしていった方が逆になんかいいのかなと。自分だけの幸せで、そうしたいからっていう話よりかは、やっぱりこう社会のこととか今現在こうね幸せに過ごさせてもらっている環境に感謝していって、でその恩返しとして、まあ、後世の、ね、若い世代の人たちのために何かできることないかってことを考えていくのも、まあ、僕の考え方なんですけども、まあ、家庭を作っていくとか、子供できるっていう意味合いの一つなんかなっていうのは思ってます。でやっぱそういうやっぱ気持ち大事なんかなって常に思いますけどね、まあ、そういうことを考えていって、まあ、家庭というのも作っていったらいいのかなと思いますし、やっぱり最終的には幸せですよね。まあ、僕の人生の目標はやっぱ幸せになること、まあ、抽象的ですけども、この幸せになりたいっていうのが一番の目標なんで、ここに向けていろんなことをやってるっていうのが現状なんですよね。でその幸せの僕の中の要素の一つがやっぱりその家庭っていうのが大事なんですよね。家族がいて家庭があるっていうのが僕が求めている幸せの一つの要因になっているので、だから絶対必要なんだっていうのはあって、ですのでやっぱりこの20代、まあ僕は20歳でパーソナルトレーナー開始したんで、その時から目標はそれがあったんですよね。ですので、まあ、まあ僕は結構準備を前からするタイプなんで、もう早め早め準備していくっていう傾向があるんですけども、じゃあ、30代の10年間は、家族作りとか家庭作りの方に、専念しようと。でそこを一番重要なポイントとして置いておいて過ごしていこうってことを考えてたんで、ですんで、まあ、30から40の間は、まあ、そういう期間に置いてました。で、その10年間に関しては、まあ、仕事もちろんしてましたけども、そんな大きなことはせずね、まあ、今もちろんやってる普通のパーソナルトレーニングっていうことをベースにしながらで、まあ、家族づくりの方を、まあ、時間を使ってたって形になっています。
でやっぱりその30から40代になっているのが一番ね、あの体的にも元気ですし、まあ、人間的にもね一番安定、まあ、充実してくる年に入ってくるので一番ベストかなというのもあったんで、30代40代30から40歳までの10年間は、そういう時間に当ててました。でやっぱね今これ、まあ、振り返ってみて僕今43で思うんですけどやっぱり良かったなと思います。あの30代ってもちろん仕事に対してもね一番バリバリやりたい時期でもあるんですけども、うん、やっぱね30代のまあ10年間で子供に、ね、ちゃんとできてから家庭生活ちゃんとしてきたおかげで今40代の中でまた仕事がいろんなことチャレンジできる環境が整ってきたっていうのがあります。ですからやっぱねあのこの10年ってすごい大事な時期だったなってことは感じてますね。やっぱねどっかの時期でそういう時期に作った方がいいと思うんですよね。で、まあ、これは僕の考え方なんですけども仕事っていうのは、まあ、何歳でも頑張ろうと思ったら頑張れますよね。チャンスは出てくるし、まあ、自分の気持ち次第年いってから仕事もできないとか守りに入るっていう話じゃなくて自分で行動を起こせばできますよね。だけど子供作りとか家庭作りってやっぱりその時期ってあると思うんですよね。まあ僕の年齢と奥さんの年齢の関係もありますからやっぱ子供作るんだったら若い方がいいよねとかねなってきますし、まあ、もちろんねあの今晩婚の方も多いですし40歳超えても子供は作れますけどももちろんね、まあ、体力的なものとかっていう面に感じてもやっぱり、まあ、若い方がいいよねってことは考えてたのでやっぱ30代ってこだわったっていうのもあります。で、あとはねそのいろんなね、家族作っていく中でさまざまな問題もねやっぱりこう若い時の方がこうどんどん前向きになっていける、うん、まあ年取ったら経験値って増えるんでいいんですけどね。まあ、実際けどやっぱねあのこれ現実論としてやっぱ体力いるんですよ。これはねあの経験者だったら分かると思うんですけどもものすごく子育てとか子作りとか、まあ、いろんな面で体力いるんですよね。これはやっぱねもちろん、まあ、あの生物学的に若い方が体力ってありますよね。どう考えてもねそういった意味ではやっぱり若い方がいいのかなっていうのもあったんで30代をでそういうのをしようって作ろうと思ったのが、発想になったっていうのもあります。で今ねその10年間一生懸命そうやってきたので、まあ、今40代入ってねで本当に今子育てに関してはちょっと落ち着き始めてきました。まあ、さっきも言ったように今長女がね4年生で、長男が2年生でで、3女、まあ、3番目の次女が、幼稚園の年中さんなんでまあおのおのもねそういう学校とか、ね、幼稚園行ってるのでまずそういうの空いた時間もできましたしね。でおのおのちゃんと自分たちで行動できるようになってきたので、まあ、手もかからなくなってきたという状況になってきたので非常に今楽になってます。まあ、ですので、まあ、このタイミングで、まあ、ジム作ったっていうのも一つの理由でもあるんですけどね。じゃあいよいよちょっとね子供に関してちょっと手も離れても大丈夫かなっていう時期に入ってきた、うん、まあ、もちろんねあの完璧に離れるわけじゃないですけども、まあ、一応時間とか余裕とかですねできてきたかなと思ったんでジムを作ってみようというので、まあ、行動に移したっていうのも実はこのジムを作った理由でもあります。で次はねこの40代に関しては、まあ、僕もいろんな今事業とか新しい展開とかも考えてますので、まあ、それをどうやっていくか、ね、でまあ、もちろんこの事業と同時にあとは子どもたちももちろん、ね、引き続き学びていきますし、まあ、いよいよ思春期に入っていくっていうねあの中学生高校生になってきたらどうなっていくかっていうのもあるので、まあ、うちもね今4年生長女は4年生なんで、まあ、まだ全然ねあの、まあ、遠方いうかねまだお父ちゃん大好きな娘なんで、まあ、まだ子どもですけども、まあ、これがね6年生になって中学生だったらどうなっていくかね。まあ、ベタにねお父さん臭いよなんといてキモいとか言われるのかっていうラインですよね。まあけどそれでもいいんですけどねあのこれもね子供の成長の中で必要な部分になってくるのでやっぱ親離れてしていかなくちゃいけないし親も子離れをしていかなくちゃいけない時期って必ず来ますからね。そういうこともちゃんと冷静に考えて、まあ、中学生以降になったらそうなっていったらいいかなっていうのはあります。だけど子供にね離れてるかといってじゃあ気にかけてないかっていったらそうじゃないんですよね。それで完全に放任主義っていうのも良くないと思いますので、まあ、ちゃんと気にはしてるけどもそんなけんけん言わないよ、まあ、けどちゃんと見てることは見てるかなっていうスタンスを示しておけばまた落ち着いてね思春期過ぎた頃にまたお互いいい関係になってくるというのもねあの僕の人生の師匠の弁護士さんの、まあ、門間先生っていうね、まあ、最近僕ねあの動画門間先生の動画を今作っているので上げてますけども、まあ、あの方にもいろんなこと習ってるんでねまたあのリンク欄にこうあの貼っておきますのでよかったら門間先生の動画あのめちゃくちゃ勉強になりますしやっぱ人生の教養っていうところでめちゃめちゃ学ぶことが多いのでよかったらまた皆さんあの概要欄にリンク貼っておきますので見てください。まあ、その門間先生からそうやってねあのそういうかかり方した方がいいよっていうのが言われているので、まあ、今それに素直に従ってやっているということです。まあ、けどおかげさまでそのおかげで本当すごくいい今のところ親子関係いい関係、築けているかなっていうのは感じてますけどね。まあ、だからそうなった時、まあ、思春期になった時にそういうこともね考えながら過ごしてきたなっていうのは
ありますよね。あとはね、今のところ僕はこういう状況なんで、まあまあ、いろいろありますけども楽しくやってる感じかなっていうのはあります。で、あ、そうそうね、これからそう、あの家族作りたいこと、家庭作りたい方に関してのメッセージとしましては、まずはね、パートナー、奥さんとの方との、まあ、信頼関係ですね、そこをしっかり構築することを考えてほしいなと。やっぱ結婚って好き嫌いって話すだけじゃないですからね、やっぱ生活があるし、で人生の苦楽を共にするっていうねことになってきますので、もう本当超越した関係性に気づいていかないとやっぱりうまくいかないこと結構出てくると思います。あとはお互いを敬うことですかね。お互いのいいところとかをちゃんと認め合って、そこをしっかり見た上で話をしていくってこと大事だと思います。まあ、特にね、やっぱりこう、なんかね、喧嘩もちろんいっぱいするんですけども、なんか生産性のない喧嘩しちゃうとね、どんどん破滅の方に行きますので、まあ、喧嘩もちろんいっぱい、まあ、僕もしてますけども、喧嘩してはいいと思うので、その生産性がちゃんとね、高まるような喧嘩、まあ、喧嘩って言ったら、議論って言ったら会議みたいになりますけども、になっていくのが一番いいのかなというふうには感じています。そういうことをまあいろんな場面で繰り返していって、まあ、やっぱ信頼関係も深くなってきますし、お互いの、ね、気持ちも分かってくるので、やっぱ夫婦って絆が深くなるのかなっていうのはありますので、まあ、今彼氏彼女さんの関係でもそういうことを少しずつ、まあ、この人結婚相手するんだったらって決めてしているんでしたら、そういうことも考えてお付き合いしたいのかなとは思います。あとはね、結婚ね、してからでいろんなこと分かってくると思いますので、まあ、そうなったらまたね、よかったらうちのジムに来ていただいて、またいろんな話をしましょう。動画じゃなかなか伝えきれないこととか、放送禁止のこといっぱいあるので、それはもうリアルにね話しますので、またよかったらね、このサーティーボーディーズではミネサンズカフェっていうね、カフェセミナーじゃないですけども、まあ、カフェトークみたいなのやってますので、お気軽に、また概要欄にまたそれも詳しく貼っておきますので、よかったら来てもらったら嬉しいかなというふうに思ってます。はい、まあ、今日はねちょっと一人ベラベラ喋りましたけども、ちょっと西垣君も今日いないんでね、今日は一応ミネサン家の、ホットなニュース、ホットなニュースと言ってもじゃないですけどね、まあ、それとね、一応パーソナルトレーナーとの家庭の関係ということで一応お話しさせていただきました。またよかったらね、こちらの動画とか、面白かったら、チャンネル登録と、あとグッドボタンいただければ嬉しいので、何卒よろしくお願いいたします。で、またね、来週は多分西垣君復活してるはずだよね、だと思うので、西垣君とのまた面白いトークを繰り広げていきますので、よかったらご視聴ください。はい、ではどうも失礼します。